桟橋線は、高知県高知市の高知駅前駅と桟橋通り5丁目、停留場を結ぶ、土佐電交通の軌道路線である。2014年9月30日までは、土佐電気鉄道により運行されていたが、翌10月1日より同日付で設立された、新会社土佐電交通による運行に移行した。路線名は、針間や橋を境に、高知駅前方を、駅前線と呼ぶ場合や、 それを合わせて、駅前、三橋線と総称する場合や、南北線と呼ぶ場合がある。高知市の市街地を南北に縦断する路線で、ほぼ全線が道路上を走る平洋軌道である。ただし、三橋車庫前引く三橋通り五丁目間は、単線の専用軌道を走る。張間や橋で、東西方向の路線である、井野線、五面線と接続する。 ワンパーク高知開園時間帯には、三橋通り五丁目行きの電車に、ワンパーク高知行と書かれた方向板が掲げられる。2001年に、高知駅前が JR 高知駅の正面のロータリー内に移設され、利便性が向上。2009年には、前年に高知駅が高架化されたことに伴う高知駅前の再移設や、三橋通り五丁目の整備など、改良工事が行われた。 多くが全線通し、運行で毎時8本程度運行される。平日朝に、高知駅前伊野線の直通便があるほか、出入庫便として三橋通り4丁目始発、三橋車庫前終着の伊野線、五面線直通便が設定されている。全停留所が、高知県高知市に所在。八百屋町通り、高野町通り、浅倉町通り、潮江京北詰め。 桟橋通り一丁目桟橋線には南北それぞれに延伸の話があった。南へは、宇都やトンネル以南の慢性的渋滞解消や、桂浜、設計時、高知競馬場へのアクセス工場を目的として、道路改良とともに軌道を設置するという計画であったがトンネルの費用などの問題があっては白紙となった。機械は高知駅高架下に際し、その下を抜けて、イオン。 高知 SC までの延伸計画があったが、高知駅北側の道路が狭く、軌道を設置するために、用地買収や熊川大橋の掛け替えが必要になったり中心商店街の反対があり、その是非を検討中に、高知駅高架化の設計期限が来てしまい、延伸を考慮せずに設計されたため、河川を考慮するとその下をくぐり抜けるのに必要な、高さがなく、地下化する必要も生じ、 延伸計画は事実上白紙となった。2009年2月に高架下で移動した JR 駅前まで高知駅前停留場が北側に30メートル移設されたが終着駅として整備されている。ありがとうございます。